ソラネットです。今日は車の話題が続きますけども、はい、本当に今、皆さんが、一番まあ注目してるというか、はい、やだな、やだなっていうと、ちょっと違うのかな、うん、一番気にしてることをです、ね、紹介したいと思います、はい、こんなツイッターがありました、うん、うちにも恐怖の手紙が届く今年から2つ、2> はい、ゴールデンウィークが終わると、まもなく恐怖の手紙が来る、恐怖の手紙こういう書き込みがです、ねはい、結構相次いでおります。はい そのものとはですねこちら実物なんですもう皆さん分かりますよね自動車税の納税通知書なんです今日はこちらの話題でございます皆さんのところに来ましたか自動車税の納税通知書5月は実は自動車税の支払い時期ということなのでこれが今負担が大きくて大変だっていう話をまずしていきたいというふうに思います車社会ですからね福島今いいこと言いましたね その話も後でします、はいはい、えー、ツイッターでこういうのをいただいておりますこの自動車税は一体何のために払ってるんでしょうか<ー>そこから勉強してみましょうか、はい、そもそも自動車税って何なのかっていう話なんですが、はい、私もね実は今日勉強して初めて知った部分もあります、はい、こちらです目的は財産税の一種です、はいはい、でピンとこないと思いますが、はい これは、まあ、コンセプト、はい、この税の目的ではないんですが、うん、道路に損傷を与えたりすることもあるので、はい、あの車がね、はいえー、皆さんの,その車が持っているということに対して税金を払ってくださいよということです、えー、なるほど。決して道路の損傷を直すことに対して税金が使われているわけではないはこれまず頭に入れておいてください納める人は自動車の所有者の方。うんはい そして納める金額なんですが、金子さん、普通自動容車はだいたい三万九千五百円、一升五リットルから二リットルの排気量で、はい、軽自動車一万八百円なんですよ。うん、これ見るとやっぱりなんかやっぱ軽自動車の方がお得だなって。<laughs> 結構大きな差がありますね。大きな差があるんですよね。<laughs> だからあの軽自動車の保有率が福島県なんかでは大きいわけでございます。うん、なるほど。では税はどこに何に使われているのか皆さんご存知でしたか？うん、これなんですけど。 まず普通自動車の自動車税は都道府県に納付されてた、はい、軽自動車は住民票のある市町村に入れられる分かれるんですよ。でねここが注目なんですけども、はい、この自動車税って実は自動車のためとか道路のためじゃなくて。うん 地方自治体の財源になってる。そうなんですか。だからあのさまざまなですね、市や県の予算にいっぱい財源として使われてる。うん、なるほど。あのご給料とか、うん。車道路に関わること以外にも。以外に使われている,るということだ。<ー>そのこら辺もぜひ皆さんちょっと理解をしていただきたいというふうに思います。はいうん、ええー、そして、はい、福島県民にとっては特に負担が重いんじゃないの。うん、はい、どういうことかというと、もう簡単ですよ。福島の方、車たくさん持ってる。はい。 あ全国でも全国で9番目に1世帯あたりの台数がお、はい、多いんですね、東京なんて0.4人台ですよ、持ってない方もかなりいるということで、2>, <laughs> はい、2世帯に1世帯ぐらいしか車持ってない、<ー>で、はい、ジャックさんがですね、うん、ツイッターでこういうことを発信して、たくさんのいいねをもらってた、おととい、えー、のツイートなんですが。 5月31日が納付期限の自動車税、はい、この自動,自動車税を含めガソリン税消費税などで乗用車には毎年11万5700円の税金が課されられています、えー、高い生活必需品なのにこんなにかかるなんて こんなの過重で負担すすぎます補助金でなく抜本的な見直しをというジャックさんが伺いました<ー>これで、はい、なんと1万5千件のリツイートとーなんと2万7千件のいいねもらってる多くの方が許可したんです、ね、だから皆さん結構やっぱり負担に感じてる、うん、じゃあどれぐらいの皆さんが負担に感じてるのか、うん、ツイッターで調査したところ、はい、驚きました。とても負担が7割、はい 負担に感じている方が23、うん、つまり94、94%の方がですね、はい、負担に感じているというそういうのがあったんで、うん、これ、やっぱりね、特に福島は車社会ですから、はい、あのどうにかならないかなというのが切実なね、なのかなというふうに思いますよね。もう一つ、ですね、こういうツイッターいただいてす。ます、あ、田舎は車社会なので、うん、車がないなんてということなんですが。うん 大切に長く乗っていて税金が高くなるのも納得いかないんです。おお、乗る年数によって。はい。もう一つこういうツイッターもいただいてます。はい、自動車税13年目になると値上がりすることを知りませんでした。<ー>長く乗った方がエコで良いはずなのに、はい、値下げどころか値上がりとはと聞きました。はい、確かに。じゃあどういうことなのか。はい、これ13年が経過した車は概ねですね何パーセントの重化措置があるどれかっていうと。 15%の重荷装置がこれまたちょっと大きいですね。で、これって大切に乗っていることって SDGs だし、はい、環境にいいことなんじゃないの、はい、SDGs とは逆行してるんじゃないのという書き込みが結構多かったんですが、はい、これについてはですね、こういうデータがあります。これあのちょっと細かいんですけれども、はい、ユーザー A さん B さんともにこれ同じ車を購入して、うんはい、えーこれ CO2 の排出量です。はい でユーザーの A さんだけ2013年に新車を乗り越えました、うん、青い部分、はいで、この青い部分、新車に乗り換えたんだけど、新車清掃時に CO2 が出てるから、うん、あのご覧のように、ちょこっと大きくなってですね、CO2 が<ー>。ところが、だん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 過ぎていくと、ご覧のように、新車に乗り換えたユーザーの方が、えー co。2の排出が少なくなってるということなので、買い換える方が製造時の co。2の排出量を含めて環境にいいということで。それではあの、ね、13年経った車には重化措置が書かれてる。そう,いうね、そういう理由があったということでございます。まあ、いずれにせよ、もうね。ちょっと懐もね。厳しい状況ですから、うねはい、どうにかならないのかなとは思うんですけれども。